今回はですね、以前電子レンジの中で火花が散るという話をしたと思うんですよ。まあ動画はまたリンク貼っときますけど、その時にお話ししたマイカ版ですね、雲母版、雲の母、これが電子レンジの中に入ってる雲母版ですけど、ここですね、火花が出たところ、今ここもまた火花が出たんですけど、まあこの雲母板を交換してしまおうということで、まあここ折れてるというのもあるんですけどね、それをアリエキスプレスで買ったのが届きました。これです。はい、これですね。雲母板が届きました。値段はですね、送料込みで5枚で、144円ですね。144なので、非常に安いです。144円で、まあ5枚ですから、まあ1枚30円ぐらいですね。はい。届きました。こういう感じですね。で、まあ5枚入ってて、長さが一辺12ですね。まあ大体12ありますね。はい、12ですね。で、雲母板ってすごい薄いんですよね、こういう感じで。なのでまあ折ろうと思えば折れるんですけど、折るとこういう形で筋が入ってしまってちょっと差し支えるんで、これを買った時に気になったのが、途中で運送途中で折れてしまわないかなというのがちょっと気になったんですね。まあ、どういう形態で届いたかというと、恒例に入ってました、この、まあ、薄い発泡剤みたいなのありますね、これです。まあ、この中に、こういうくるまれてまして、はい、まあ、こういう感じでくるまれてまして、で、まあ、アリエキスプレスでよくあるこういう封筒、袋ですね、まあ、この中にこう入ってたという感じなので届いたんですが、まあ、5枚重ねてあるとはいえ、1枚あたりが薄いんで、まあ、こういうのに入れたところで、折ろうと思ったら折れるんですね。なので、まあ、ちょっと心配したんですが、まあ、実際届いたのをちょっと見る限り、折れてる感じはなかったんで、まあ、うまいこと送られてきたというような感じですね。はい、ちょっと中開けてみます。はい。まあ、ただの板なんですけど、こういう板ですね。はい。光沢があって。で、まあ、雲母なんで、まあ、ちょっと、銀色の粉みたいなのがちょっと手につくんですけど、はい。まあ、石に入ってるやつですね、雲母というと。今裏も同じような感じで、まあなんか灰色という感じですね。で、まあもともと電子レンジについてたのがこれなんですけど、まあまあ色もまあちょっと感じも違うんですけど、まあ似たようなもんでしょう。はい。まああと厚みですね。厚みもね、厚みが太いと元のところに入りにくいですし、薄いと隙間が空いちゃうんで、あれですけど、まあ大体ですけど、ちょっと測ってみると、こう前のやつが 0.4 かな。0.4 ミリ厚みですね。で、新しいやつが、まあこうかな。まあ、0.3 とか、まあこれぐらいであれば問題ないと思います。はい。長さはもう先ほど測ったように、まあ、12とかですね。まあこれぐらいあるんで。まあ12センチのものもあれば10センチのものもあったりするので、まあお使いの電子レンジに合わせてね、小さい雲母板だと小さいのでもいけます。私のやつはまあこれなんですけど、まあこういう感じですね。ここの長い方が、まあ、事前に測ってまして、こうちょっと突起があるんですけど、突起の含めた長さで、まあ、11.6 ぐらいかな、あるので、
まあ、12センチのやつでちょうど合うかなというので、まあ、こういう感じですね。はい。まあ、あとはこれを、まあ、こうね、マジックで、肩取って、ハサミで切っていくという感じですね。これ2つ取れないかな？無理かな？ 2 つ、なんかいけそうな気もするんですが、まあ、5枚あるんでね、まあ、これ1枚ですけど、あとこれ 4枚あります。これで4枚で5枚ですから、まあ、そんな1年に1枚買えるほどでもないんで、下手したら一生持つかもしれませんけど、あの電子レンジが今のやつ壊れても新しい電子レンジでも大きさが合えば使えますんで、まあ、火花が出てから手配するよりかは火花が出る前に買っといた方がいいかなという気はします。まあ、12センチで、これの短辺ですね。ここが 6.37 か37なんで、まあ、2つ取れるかもしれないですね。だ5枚やったら10枚取れるかもしれないですけど、まあちょっと一回やってみましょうか。この横の方はちょっと、10.6 に対、11.6 に対して10にやるので、まあちょっと長いんですけど、まあ長い分は多分問題ないと思うんで、まあ、2ついけるかもしれないですね。まあ、真ん中で取って両端捨てるともったいないですから、まあもうちょっとこれぐらいにしようかな。これぐらいにして、はい、まあこの辺りかな。どうしようどうしよう、そのまま型取るか、ちょっとちっちゃめにねしないとダメかもしれないんですけど、まあマジックで型をそのまま取ろう。ちょっと映ってないですけど、まあ単純にあのもうこの際をなぞってるだけですね。この円形も含めて、まあ、ここもこうしようか。まあこれあの外で撮ってるんで、これだとちょっと大きくなるから入んないかもしれないですけど、まあ、こういう感じかな。はい、まあこうしてどけると、はい、型取れますね。はい、これです。こうですね。これであとハサミですね。ハサミで切ったら、まあカッターナイフを使うよりもハサミがいいような気がするんですけど、まあ普通のハサミで切れるはずですよ。まあこれ入んなかったらちょっと調整しますけど、元のやつですね。はい、ここから切っちゃおうか。普通に、はい、まあ普通に切れますね。あの特殊なハサミじゃないです。普通の100円ショップのハサミで切れます。まあ、厚紙を切る感じかな。ちょっとちっちゃい、はい、こういう感じでちょっと切っていきましょうか。まあ多少ね、あのずれても問題ないんで、はい、これですね。でこれがちっちゃい方ですけど、もう1枚取れるんじゃないかな。いけそうですよ。まあ、上下ちょっと足りなくなりますけど、まあ、いけるかもしれないですね。はい、でこれですね。まあ、あとこれなんでどうしようかな。ここは切らないとダメですよね。まあ、ここをちょっと切り込み入れて、はい、ここも入れて、この突起部を作っていきます。うん、ちょっと割れたかな。ちっちゃめにしないと入んないかもしれないですからね。切れ込みを4箇所入れて、この縦かな、根元で切った方が安全ですね。こういう、はいはい、こうこういう感じにしましょう。もう丸く加工しないで、あ、ここ切りにくいですね。外からいけないから、それちょっとカッターナイフがいるね。ここを根元から、はい、こう落として、ここがちょっと抜けないですね。
こっちも根元で切ってこうかな。ちょっと突起をねちっちゃめに作んないと入んないかもしれないんで、はい、こうして、こっちかな、はい、落として落として、ここも、はい、ちょっと硬いですけどね、こう落として、あと中ですね。カッターナイフいるか、カッターナイフあったかな、カッターナイフ、まあこれで切ろうかな。はい、ナイフでここですね、この部分刃が悪くなりそうですね。でも何回か、1回で切ろうとしないで何回か切って、何回かなぞってパリッといけば、はい、いけますね。はい、これで出ました。はい、で反対側も、横方向には切れ込み入れてるんで、あと縦ですね、まあ1回2回3回、まあ、4回ぐらい入れてパリッと、はい、こうですね、曲げてやって反対側で、はい、 OK ですね。はい、これで完成かな。まあ、あとはちょっと入るかどうかをやってみて、入れば OK ですけど、これどけて、オリジナル、複製ということでいけるかな。ちょっと大きい気もするんですけどね。はい、こういう感じで、ちょっとまあ大きいので、この後、ちょっとね、一回電子レンジに入れて、やってみたいと思います。はい、ということで、まあ、この雲母板のね、切る作業は、ここで終わりです。まあ、アリエキスプレスでも買えますし、日本のアマゾンでも買えるんで、またリンク貼っときます。で、オリジナルの大きさはちゃんと測っといてください。このね、長い辺がいくつあるのかというので、小さい雲母板にするのか大きい雲母板にするのか、まあ大きいのも小さいのも値段さほど変わりませんけど、まあ1枚、数十円で買えるものなんで、まあこういう汚れがついて火花が出ると、まあこことかですね、なると、まあある程度こう濡れタオルで拭いてもいいんですけど、またそのすぐに火花が出たりするんで、雲母板を外して、中のこの接触するところですね、ここをまずきれいに汚れを取ると、この焦げたやつとかがついてますから、特にですね、塩を含んだものがくっついたりなんかすると火花が出やすくなります。なんか雲母板を取ってその汚れたところをきれいに拭く、まあ、完全にこの焦げの部分は取れないんですけど、来ないですね。あとはこの雲母板も拭くんですけども、この黒いのは取れないんで、そうするとまた火花が出てきますから、まあ、ある程度もこういう風になってしまったら、まあ雲母板をこういう形でも新しいやつに交換した方がいいと思います。まあ、これが原因での火花は電子レンジの故障じゃないですから、その電子レンジまだまだ使えますから、もうこのもう数十円の板を、まあ、こうやって切るだけで元に戻りますんで、まあ、こういうのにきれいにして、まあ、常にその冷蔵庫じゃない電子レンジの庫内を、きれいに保っとくということですね。はい、ということで今回は、この雲母板ですね、5枚セットで、144円送料込みで、買ったやつが届いたので、まあ、同じやつを、ハサミとカッター等で、切って、それを交換しますよというようなお話でございました。